申し込む。悔しいけど可愛い韓国北朝鮮美女応援団に続行。AFD イコール時事提唱冬季五輪への参加のため8日までに韓国入りした北朝鮮の応援団員の容姿やファッションが韓国人らの注目の敵になっている。229人の若い応援団員たちは7日、襟や袖に毛皮のついた膝丈のオーダーメイドの赤いコートと暖かそうな毛皮の帽子で揃え、韓国国内の宿泊施設に移動。行く先々で到着を待ち受けていた見物者や報道関係者らに笑顔で手を振ったりポーズしたりした。韓国のツイッター、ツイッターには北朝鮮のチアリーダーたちの服大好き、とても特別な感じがする、あの帽子私も欲しいと投稿するユーザーや、言いたくはないけどやっぱり北朝鮮の応援団はすごく可愛い、石を投げられてもいいが真実なのは確かと複雑な感情を漏らす人もいた。見物していた韓国人もとても可愛いと褒めていた。応援団員らは平昌の五輪会場から120キロ離れた林泰院ジェ院ジェにあるホテルに到着。8日には赤いジャケットを着て夕食会に出席した。応援団は朝鮮半島を南北に分断する非武装地帯を越えて北朝鮮から韓国に派遣された280人の派遣団の一部。隊員になるには家族構成、容姿、特技、朝鮮労働党への忠誠などを厳しく審査されて選ばれるとされる。金朝鮮労働党委員長の妻、スモモユキヌシティ・ソルジュ VSOLZIYU 夫人もこの応援団の出身。2005年ミニ川で開催されたアジア陸上競技選手権大会 ASEAN アスレティクスチャンピオンシップスではメンバーの一人として参加していた。翻訳編集アップップニュース。